はい、今回は共鳴とは何かについて解説させていただきます。で、前回の動画までは原子化結合法をもとに分子の構造を解説してきました。で、それで大部分の分子の構造は説明できるんですけれども、一部矛盾が生じる分子があるんですね。例えばこちらに示した酢酸イオンやベンゼンの構造は実際の構造と一致していない、実は間違った構造なんですね。で、この矛盾を解消するために原子化結合法に付け加えられた理論が共鳴という考え方なんですね。で、共鳴理論は分子の正確な構造を理解する上で必須の考え方ですね。で、今回の動画はそんな共鳴理論の解説に加えて、それを元にした共鳴安定化という重要な理論に関しても解説しますので、ぜひ最後まで見ていってください。まずはですね、冒頭で触れた原子が結合法の矛盾をベンゼンを例に解説したいと思います。で、高校科学でも習ったと思いますが、ベンゼンの構造はこちらですね。炭素炭素二重結合と単結合が交互に並んだ六角形の構造です。で、以前の動画でも解説したんですが、原子が結合法によると単結合と二重結合は結合長が違うんですね。で、その差が分かるように構造を書き直しますと、こちらのようにベンゼンは歪んだ六角形になりそうですね。ただし実際のベンゼンの構造はこちらのような正六角形で、全ての炭素炭素結合の長さが同じなんですね。よって原子化結合法に基づく構造は実際の構造と矛盾しているわけなんですね。では、この矛盾が生じる理由を説明します。で、まず復習になるんですが、原子化結合法は原子が一つずつ電子を出し合って共有することによって結合ができるというふうに考えますので、結合を作る電子は2つの原子の間に必ず存在するということが前提なんですね。で、一方で二重結合を作る π 電子はその限りではないんですね。で、π 電子っていうのは何かって言いますと、二重結合は軌道が正面から重なったこちらのシグマ結合と、側面から緩く重なった π 結合の2種類からなるんですね。で、この π 結合を作る電子を π 電子と言いますね。で、π 電子は原子核とそれほど強く結びついてはいないので、ある条件を満たしたら分子内を移動することができるんですね。この電子が分子内を自由に移動できる条件は共約と呼ばれるんですが、この共約に関してはここで話すと長くなりますので、別動画で詳しく解説します。で、とにかくですね、ベンゼンはその共約の条件を満たしておりまして、π 電子が分子全体を自由に移動できるんですね。こちら専門用語で言いますと、π 電子が非極材化すると言います。で、この π 電子の極材化を図で書くとこうなりますね。π 結合を円で書いて、π 電子が分子全体に広がっていることを表現しています。これこそがベンゼンの実際の構造を図で書いたものと言いますね。で、この π 電子の極材化の結果、ベンゼンの各結合は単結合でもないし、二重結合でもない、いわば 1.5 重結合のような状態になるんですね。よってベンゼンの結合は全て同じ長さになっていて、その結合長は実際に単結合と二重結合の間の長さになっているんですね。で、まとめますと、電子が非極材化するベンゼンは電子が極材化すると考える原子化結合法では正確には描けないので、矛盾が生じたというわけなんですね。で、この原子が結合法の矛盾を解決するために編み出された考え方が共鳴なんですね。で、共鳴の考え方を順を追って解説します。まずベンゼンの構造は実は2通りの書き方があるんですね。一つは最初から出しているこちらの構造です。で、もう一つは二重結合と単結合の位置を入れ替えたこちらの構造ですね。で、これらは π 結合の位置は違っているんですけれども、2つとも間違いなくベンゼンですね。で、共鳴理論ではベンゼンの実際の構造はこれら2つの構造を平均化した構造というふうに考えるんですね。例えばこちらの CC 結合に着目しますと、二重結合の場合と
単結合の場合の平均値、つまり 1.5 重結合が実際の姿と考えます。でこれと同じことがベンゼンの結合すべてに対して当てはまりますので、共鳴理論をもとに考えればベンゼンの各結合がすべて 1.5 重結合の長さになることを説明できるわけですね。でまとめますと、共鳴と言いますのは分子が電子の位置だけが異なる別の構造も持つ場合、各構造を平均化した構造が実際の構造という考え方なんですね。で共鳴を考える際に書いたベンゼンの2つの構造は共鳴構造と呼ばれるんですね。で2つの構造が共鳴構造の関係であることはこちらの両等の矢印を使って表現されるんですね。でよくある間違いですが、この両等の矢印がパッと見でこちらの平行の矢印のように見えることもあってですね、ベンゼンは2つの構造の平行状態で存在していると。でそれらが高速で行ったり来たりしている結果、実際に観測されるのは平均化されたこちらの構造になっているというふうに勘違いされやすいんですけれども、そういうわけではないんですね。実際のベンゼンは決してこれら2通りの構造で存在するわけではないんですね。共鳴構造は実際には存在しない構造であるということを肝に銘じてほしいです。実際のベンゼンはたった一つの構造で存在します。それは2つの共鳴構造のどちらでもなくて、これらを平均化した構造として存在するんですね。でこちらの平均化した構造は共鳴構造がいわば混ざった構造といえますので、専門用語で共鳴混成体というふうにも呼ばれますね。で共鳴の話からは少し脱線するんですけれども、ここで電子の動きを表す矢印というのをご紹介します。でこの矢印は大学有機化学では当たり前のように使いますので、必ず知っておいてほしいです。で電子の動きを表す矢印っていうのは、その名前の通り電子がどこからどこへ移動したのかっていうのを図で表すために用いられるんですね。例えばこの共鳴構造のベンゼンから別の共鳴構造のベンゼンへ構造が変わるときは π 電子が移動しているんですね。でこの π 電子の動きを矢印で表現しますと、こちらのようになりますね。この π 電子がこの単結合へ移動することで新たに二重結合を作り、元の二重結合は単結合になっているわけですね。で同じ電子の動きがあと2回起こることによってですね、この共鳴構造に変化するということがよくわかりますね。で電子の動きを表す矢印を書く際の注意点は、まあ、細かく言いますといろいろあるんですけれども、まずはですね、この形状で書くということから覚えておきましょう。例えばですね、まあ、点線で書いたりとか、波線で書いたりとか、折れ線で書いたりとか、二重線で書いたりとか、こういったのは全てテストではバツになってしまいますのでご注意ください。一番単純なこの曲がった矢印で、どの電子がどこに移動したのかっていうのをシンプルに書くだけということを意識しましょう。では話を戻してですね、ベンゼン以外の例を見ながら共鳴構造の特徴を深掘りしていきましょう。例えばこちらの酢酸イオンについて考えてみます。酢酸イオンの酸素アニオンはローンペアを持っているわけですが、このローンペアも原子核との結びつきが弱いので、π 電子と同じように強弱の条件を満たせば分子内を移動することができるんですね。で酢酸イオンは条件を満たしていますので移動することができます。その結果、酸素アニオンが下側にある構造と上側にある構造も存在するんですね。で電子の動きを矢印で書くとこうなります。ローンペアが CO 単結合に移動し、同時に CO 二重結合の π 電子が酸素原子上に移動してこちらの構造になるわけですね。で共鳴構造はベンゼンのように π 電子の位置が異なる構造だけではなくてですね、ローンペアの位置が異なる構造も該当するんですね。よってこれらの酢酸イオンも共鳴構造の関係にあります。つまり共鳴構造の定義を具体的に言いますと、 π 電子やローンペアの位置だけが異なっていて、原子の位置は同じ構造のことですね。2つの酢酸イオンは
酸素のコドロンペアの位置とこちらの二重結合の π 電子の位置だけが異なっていまして、他の原子の位置は全く変わっていないということに注目してください。でちなみにですね、酢酸イオンの共鳴構造を平均化した構造、つまり共鳴混成体はこちらのように書きまして、アニオンが2つの酸素原子に非極材化しているという様子がうかがえますね。でただし一点注意してほしいのが、この共鳴構造の定義に合っていても、そもそも存在できない構造は共鳴構造には含まれないということですね。例えば酢酸イオンのローンペアが CO 結合上に移動して CO 二重結合を作ったこちらの構造ですね。この構造は炭素が5本の結合を持っていて、オクテット則を満たしていないので存在しない構造なんですね。よって酢酸イオンの共鳴構造には含まれません。でまたですね、共鳴構造は定義を満たしていれば等価な構造である必要はないんですね。例えばこちらのアセトアニオンは先ほどの酢酸イオンの酸素アニオンが炭素アニオンに変わった構造の分子なんですね。でアセトアニオンは炭素上のローンペアが CC 結合に移動して、で CO 二重結合の π 電子が酸素にへと移動したこちらの共鳴構造を持ちます。でこれらは酢酸イオンとは違って酸素アニオンと炭素アニオンなので異なる分子なんですが、共鳴構造の関係にあります。でただしですね、このような共鳴構造が非等価な場合、より安定な共鳴構造の方が実際の構造、つまり共鳴混成体への影響が大きいんですね。ここは非常に重要なポイントですね。で詳しい理由は割愛するんですけれども、こちらのアセトアニオンの場合は酸素アニオンの方がより安定な共鳴構造なんですね。よって実際の構造はこれらの共鳴構造の綺麗な平均値というわけではなくて、どちらかといえば酸素アニオンの構造に近い状態になっているというのが特徴ですね。では最後にですね、共鳴理論をもとにした共鳴安定化という理論について解説したいと思います。共鳴安定化は分子の安定性を議論する上で今後何度も出てくる非常に重要な理論ですので、絶対に押さえてほしいですね。で結論から言いますと、共鳴安定化というのは共鳴構造をより多くかける分子の方が一般的により安定であるという理論ですね。例えばこれら2つのカルボアニオンについて考えてみます。両者同じようなアルケンでパッと見安定性にあまり差はないように見えるんですけれども、こちらのカルボアニオンの方がはるかに安定なんですね。でこれなぜかって言いますと、こちらの上のカルボアニオンは2つの共鳴構造をかける一方で、こちらのカルボアニオンは電子がさらに移動することで合計3つの共鳴構造を書くことができるんですね。よってより多くの共鳴構造を持っているこちらのカルボアニオンの方が安定な分子なんですね。ではなぜ共鳴構造が多い方がより安定な分子になるのか、その理由を説明します。でまず前提としまして、電子という不電荷は原子核という静電荷と強く相互作用した方がより安定になるんですね。で共鳴構造が多いということは、それだけ電子がより広い範囲に存在できるというわけなんですね。共鳴混成体の構造を比較すると分かりやすいですね。で広い範囲に存在する電子はより多くの原子核と相互作用できるんですね。こちらのカルボアニオンのローンペアは3つの炭素の原子核と相互作用できる一方で、こちらは合計5つの炭素の原子核と相互作用できるんですね。よってこちらのカルボアニオンの方がより強く原子核と相互作用できるので、より安定なアニオンになれるというふうに言えるわけですね。はい、では最後にまとめとして今回の動画の重要ポイントを振り返りたいと思います。で今回はですね、共鳴とは何かについて解説しました。で共鳴っていうのは原子核結合法の矛盾を解決するために編み出された考え方なんですね。
で、どんな考え方なのかと言いますと、共鳴とは分子が電子の位置だけが違う別の構造を持つ場合、各構造を平均化した構造が実際の構造とする考え方なんですね。例えばベンゼンはパイ電子の位置だけが異なっている別の構造も書けるんですね。で、共鳴理論ではベンゼンの実際の構造はこれら2つの構造を平均化した構造というふうに考えるんですね。つまりベンゼンのすべての結合は二重結合と単結合の平均値、つまり 1.5 重結合が実際の姿というわけなんですね。で、こちらの π 電子の位置だけが異なっているベンゼンの2つの構造は共鳴構造というふうに呼ばれますね。で、また2つの構造が共鳴構造の関係であることは両等の矢印を使って表現されますね。で、注意してほしいのは共鳴構造は実際には存在しない構造であるということですね。実際に存在するのは何度も言うように共鳴構造を平均化した構造になります。で、こちらの平均化した構造は共鳴構造がいわば混ざった構造ですので共鳴混成体というふうに呼ばれます。で、共鳴構造はですね、ベンゼンのように π 電子の位置が異なる構造だけではなくてローンペアの位置が異なる構造も該当するんですね。例えば酢酸イオンはその酸酸イオンの位置が異なっている構造もあるんですが、これらも共鳴構造の関係にありますね。つまり共鳴構造の定義を具体的に言いますと、π 電子やローンペアの位置だけが異なっていて原子の位置は同じ構造と言えるんですね。2つの酢酸イオンは酸素のこのローンペアの位置と π 電子の位置だけが異なっていて原子の位置は全く変わっていないという点にご注意ください。で、ただし1点注意してほしいのが、この定義に合っていてもそもそも存在できない構造は共鳴構造には含まれないということですね。例えばこちらの構造はオクテット則を満たしていないのでそもそも存在しない構造なんですね。よって酢酸イオンの共鳴構造には含まれませんね。で、またですね、共鳴構造は定義を満たしていれば等価な構造である必要はないんですね。例えばこちらのアセトアニオンは炭素アニオンと酸素アニオンという異なる分子を共鳴構造に持っています。で、共鳴構造がこのように等価な場合はですね、より安定な共鳴構造の方が実際の構造への影響が大きいんですね。アセトアニオンは酸素アニオンの方がより安定な共鳴構造ですので、実際の構造である共鳴混成体は酸素アニオンの構造に近い状態になっています。で、この共鳴理論をもとにした共鳴安定化という理論があるんですね。で、共鳴安定化っていうのは共鳴構造をより多くかける分子の方が一般的により安定であるという理論なんですね。例えばこれら2つのカルボアニオンを例にとりますと、上のカルボアニオンは2つの共鳴構造をかける一方で、下のカルボアニオンは合計3つの共鳴構造を書くことができるんですね。で、共鳴安定化の理論にのっとりますと、より多くの共鳴構造を持つこちらのカルボアニオンの方がより安定な分子なんですね。で、共鳴構造が多い方が安定になる理由なんですけれども、まず共鳴構造が多いほど電子がより広い範囲に存在することができるんですね。で、広い範囲に存在する電子はより多くの原子核と相互作用することができるので、より安定な分子になったというわけなんですね。はい、今回の動画は以上となります。最後までご清聴いただきありがとうございました。